自分のね、頭ぐらい、おでこぐらいに打ってるんで、自分の首元でいいから。山本メソッド。山本教室。うん、ここら辺多分、ここでいいかな。全部飛んだかな。これで来月のスパーリング大会に肉薄するかもしれない。来月のスパーリング大会食っちゃうかもしれない。これで。やぶいたぶいて。で、セル出して、セル出して。押しても押されないように体勢を作って。そうそうそう。で、常にこの体勢。構えて。あ、そうか、でもガチのスパーリングって言ってくれたあのスパーリング大会以来ですか。2ラウンドのスパーリング、ね、一応まあすぐやるんで準備だけしてるんですよ。ファールカットとかマスクとか。いつもと違う感じで楽しいと思うんですよ。いつも相手が違うし、あ、まあみんな見てるしね。いろんなトレーニング方法がある。前傾姿勢ちょっと浮いちゃう癖があるから、そうだね、拳の角度やね、この地面と水平な、今こんな感じ、こんな感じ、ちょっとなかなかね、どうしても上向きになっちゃう、だから、地面と平行の線を入れていけばいい。じゃあこれが終わったらミット軽く受けたくなる。でジャブはちょっと高くてもいいぐらいですよ。そう、はい、右はその下でもいいけど、正面向いてワンツーク、おー、いいね、先は回ってないの。タイプがいろいろあるんやけど、回る人回らん人おるんやけど、回ってない。僕も回さんない。まあまあその時と場合によるんですけど。うん、まあジャブフックみたいなやつはほとんど回らないけどね。ワンツーぐらい。それ聞いとった。まあ時と場合によるっすよね。それも。あ、残り15秒。あ、でもなんかフック良くなったんじゃないですか。なんか前よりフック上手なった気がする。褒めて伸ばさないです。褒めて伸ばさないです。はい、3秒前、ナイスフック。はい。